放送作家ジュン、映画で撮る、U-NEXT 新着映画、激推し一本。放送作家ジュンです。2021年7月期、U-NEXT の新着映画から、これだけは見通し、激推しの一本をレコメンド。U-NEXT の魅力は何と言っても公開されたばかりの作品が、すぐ独占配信するということです。今回は2021年1月、今年公開された F1、M1 層に圧倒的な支持を得た日本映画、タイトルは花束みたいな恋をした、こちらをお勧めします。監督は名田早々、罪の声の土井信弘、人気脚本家坂本雄二がオリジナル脚本を手掛けまして、土井監督とはですね、テレビドラマカルテットに続いてのタッグとなります。出演は菅田将暉と有村架純がダブル主演、監督脚本、そしてこの2人が主演なので文句のつけようがない極上のラブストーリーに仕上がっています。ストーリーは京王線明大前駅で終電を逃しまして、偶然出会った大学生二人。仕方なく居酒屋で始発まで待つことになります。話すとですね、好きな小説、それから好きな芸人、これ天竺ネズミなんですけども、まあそして好きな映画監督が押井守だったりと、まあことごとく、好みが一緒で、なんと履いてるスニーカーも一緒と。こりゃあ速攻で恋に落ちるでしょう俺。私がつぼったのは舞台が明大前だったことなんですね。歩く道、カラオケや居酒屋などすべて行ったことがある場所なんです。というのはですね、私は明大前にある専門学校の講師を24年間していまして、馴染みのあるところばかりなんです。うちの学生が見たら共感するだろうな。大学卒業後2人はフリーターをしながら同棲を始めるんですね。お気に入りのパン屋を見つけたり、拾った猫に名前をつけたりですね、2人はまあ一緒に楽しい日々を送るんです。そんな生活を守っていきたいと就職活動に励む二人だったんですけども、それが、はい、ストーリーは以上です。見どころとしては、菅田将暉くんと有村架純ちゃんの演技につきますね。ちょっと気弱だけど心優しい青年、菅田将暉。世間を斜めに見ているけど、実はまっすぐな女性、有村架純。二人とも完璧。完璧に演じ切っています。同じ価値観を持つ2人、まあお似合いのカップルなんですけども、人生の節目として就職がありますよね。学生の時付き合った彼女彼氏と就職してから付き合った2人は明らかに違いますよね。まあこれ経験談から言ってもそうですけども、まあまあ作品について話し出したら止まらないのでこの辺にします。この作品、特に学生をはじめ就活中、就職したての男女に見てほしいですね。そして、チャンネル登録してくれている私の可愛い生徒は必見です。ぜひ見てくださいね。明大前のガストあたりで感想を聞きたいです。もちろん今年を代表する恋愛映画に間違いありません。日本アカデミー賞ノミネート作品決定です。ということで今回2021年7月期 U-NEXT の新着映画花束みたいな恋をした、こちらをレコメンドします。放送作家ジュン、映画で撮る、ノームービー、ノーライフ。